はい、こんにちは、物欲のエガジンモモンドヨです。今回ノースペースの中でも定番商品コンパクトジャケットご紹介いたします。 NP71830 という商品ですね。ご覧の通りブラックです。このコンパクトジャケットはもともと私動画でも紹介したグローブトレッカージャケットというのをオン不良法着てたんですけれども、もうねボロボロになってしまったので、別のものをねなんかいいのないかなということで探している中での選択です。ちょっとした小寒い時に上に羽織る用途として、ジーンズの上に、ロンティーその上にこれ羽織るとかですね、またスラックスの上に、ワイシャツ着てその上に、ちょっとね羽織って通勤とか、そんな用途で使う目的で、購入して使っているジャケットです。この生地はナイロン 100% で撥水加工がされています。ゴアテックスのように完全防水ではないんですけれども、ちょっとした雨ですと、弾いてくれる感じはあります。ただ長いことね雨にさらされると浸水してきますので、あくまでも防寒用途という感じですね。デザイン見ていきましょう。非常にシンプルなデザインになっております。こんな感じで生地はナイロン 100% 光沢感がそんなにない感じのコットンライクな生地感です。ちょっとねシワになりやすい、スタッフザックなんかに入れるとねちょっとシワになっちゃう感じはあるんですけれども、しっかりハンガーに着終わったらこう伸ばしてかけておくことでそんなに気にはならないかなと思います。あとねホコリがね若干つきやすい、ブラックは特に目立つのでホコリがつきやすいかなという感じはあります。デザインは非常にシンプルで、表のねちょっと下目の位置にノースペースのロゴがあります。これ刺繍です。刺繍ロゴがありまして、あとはポケット、ジッパーがついたポケットが左右にあります。ここのポケットの位置はクライムライトジャケットであるとかマウンテンライトジャケットのようにこの上の部分ではなくて、この下の方にありますので使い勝手もいいです。そしてこの袖口は伸縮性のあるゴム素材、その上でベルクロがついてますので調節が簡単に可能です。そして YKK の結構ねしっかりめのジッパーがついています。刺繍ジッパーではありませんが中にこのように1段ね、フラップが入ってますので、この辺りもちょっとした防水性には寄与しているかなというふうに感じます。特に裏地はありませんのでこのようにねもう1枚のナイロンとなっています。ですのですごく軽く着れる感じですね。その分ここねロゴなんかはもろ刺繍が出てますけれども、こういった防水のパッチとかシーリング加工はない状態です。今回こちらサイズは M です。 M をチョイスしています。あとはフードがこんな感じでありまして、でここドローコードでフードの絞りをね調整して風の侵入をできるだけ防ぐことができます。後ろ側はこんな感じのデザインです。肩の下のところにノースフェイスのロゴがあるだけで、あとは非常にシンプルですね。では着てみたいと思います。ということで着用してみました。172cm フォーマンモデルの私ですけれども、非常にねジッパースムースです。スムースにしっかりとしたジッパー、生地も非常にしっかりとしていてペラペラ感はないです。で長さ的にも、こんな感じ、拳半分よりちょっとね短い感じで、ここもベルクロで留めれますのでサイズ調整が可能です。クライムライトジャケットの L サイズよりは若干短い感じですけど、このね体の部分は非常に余裕があって M サイズですけども、ちょっとゆったりめの作りになっているのかな、こんな感じ。もう非常に動きやすいですね。あ、確かにねクライムライトジャケットはこう腕を上げるとここがね全く動かないんですけど、若干ねこう突っ張り感は M サイズだからかもしれませんけどありますね。でポケットはもうめっちゃ使いやすい位置にあります。こうです、この位置にポケットがあります。こんな感じです。ちょっとアングルが上から見下ろした感じになっちゃってますけど、どうでしょうか。これはねなかなかいいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ使い勝手がねいいジャケットです。本当ね、ノースペースのアウターね、いろんな用途のいろんな種類のアウターが販売されていて飽きないですし、用途によってね、揃えるというか買う楽しみもあるのかなというふうに感じています。フードはね、クライムライトほどこう大きくないです。
まあね、本当に一時的に使うぐらいかなと思いますので、まあこんな感じです、フード。これね、中に薄手のものを着て羽織るだけでもね、十分かなと思います。これはね、普段使いに一番ヘビロテになりそうかなというふうに感じています。いいんじゃないでしょうか。似たようなというか、定番のコンパクトなジャケットとしては、パタゴニアのフーディーニージャケットが、これもだいぶ昔にね紹介してずっと使ってめちゃくちゃこれも使い勝手いいんですけれども、このフーディンジャケットは本当に軽くて、これはねもうだいぶペラペラなので、その生地よりはコンパクトジャケットはね全然厚い感じですね。あとこのねフーディーニはめちゃめちゃコンパクト、このポケットに全部収まるんですけど、これ収めるとねもうしわくちゃになるんですよね。ですのであんまりねコンパクトにこう畳むってよりはさっとね畳んでおいて、綺麗に畳んでおいてさっと着る感じがいいのかなというふうに思います。しかしながらこれ耐久性も抜群に良くて、もう何年前でしょうかね、これ紹介して5年以上になるかな、全然破れとか劣化なく着れてますので、本当に軽くてさっとね羽織れるジャケットをお探しの方はこのパタゴニアのフーディーニも、非常におすすめです。私のサイズでこれ M サイズでねぴったりですので、こっちもね参考にいただければ幸いです。あとこちらもコンパクトジャケットというだけあって、このスタッフサックもついてますということで、コンパクトジャケットねお持ちの方ね使い勝手いかがでしょうか。またねお持ちでない方参考にしていただければ幸いです。かなり気にヘビロテになりそうです。というかもうねすでに、使用してますけれども、今回ノースフェイスのコンパクトジャケットブラック M サイズご紹介いたしました。今回見てくださいどうもありがとうございます。